今日はあのマトリックスがどこからやってくるかという話をしますね、えー、それはですね人々の認識からあマトリックスは生成されます、えー、自己常時予言って知ってますかね、皆さん、自己常時予言ていうのは、例えば分かりやすい例で言うと、あの会社はもうすぐう、まあ、潰れるらしいよって噂が広まるわけですよね、でその真偽は誰も確かめない、ただただ噂をうのみにするんですよ、でそしたら、あの会社にはとは取引しない方がいいだって。えーう あのー、売りかけとかがなくなっちゃうかもしれないからということで、みんなその取引をやめるわけですよね、そしたら本当に金が回らなくなって、その会社潰れちゃうんですよ、まあ、これが自己上件の、まあ、分かりやすい例、もう一つは株価とかですよね、株価上がるらしいよって言って、みんなよく分かんないけど投資するわけですよね、えー、アメリカは長期だったら大丈夫らしいよとか、あまあ、株式って、えー、分散で長期でやれば、あまあ、損しないらしいよみたいな。 これ誰も確かめようとしないわけですよね、誰も確かめない実際にはですよ現実問題として、そんなことはないんですよね、ボクシングの基礎基本もそうですよね、誰も疑わない、こうらしいよみたいな、ボクシングの基礎基本ってこうらしいこれを守っておけばボクシングうまくなるらしいよみたいなこと、これ、誰も疑わないわけですよね、でみんなで信じると、でこれ自己成就的にですよ、みんなが信じるから、それは本当にそうなるんですよ、株価もみんなが信じて、上がると信じてるから上がると、えー、いうことが起こるわけですよね。 ただまあ株価の例とかですね、まあ、基礎基本の例とかでもお話している通りですね、そのここにはですね全く整合性のないことがあるわけですよ、みんなが信じていることと現実の整合性がないことがまあ往々にしてあると。 これがだから自己成就予言ですね、このものマトリックスにとらわれると、全く現実を表していない認識にとらわれてしまって、ま大、あ、損をするということですね、株価が上がるとか、ですね米国はずっと長期投資だったら安全なんだよとか、ですねまあ、分散なら安全なんだよみたいな考えのもと、みんな誰も疑わずに全員がそこに突っ込んだらどうなりますかね。 何か起こったときにみんなで大損こいて、えーまあ、パニックになるわけですよ、でまあ、結局です、ね、これは第二次世界大戦が起きた理由,理由なんですよね、誰もそれを信じなかった、みんながそう言ってるからそうするみたいな感じで、みんなで金をです、ね、株価にぶち込んでいったとで、大損こいてです、ね、みんなで貧困化して、お金がなくなったときにやべえなってことになって、じゃあ殺し合いでもするかってなったわけですよね、これがまあ自己上昇要件の危ないところですよ、マトリックスの危ないところ。 搾取されちゃうということですね、基礎基本もそうですよね、誰も確かめない、基礎基本は正しいものとしてみんなで受け入れる、でそれはもう自己徐々的にマトリックスを形成していくわけですよね、でもうマトリックスを形成したらで、そこにまあ既得権益として、まあ、その立場が上の人たちはそれを既得権益化していくんですよね、でそれはもう動かさなくなっていくと。 中世のキリスト教とかもそうですね、あのー、元々はそうじゃなかった、もともとはです、ね、時代をあ現実の,です、ね、その反映した合理的な手段だったはずなんですが、聖書というのは、ただ、えー、時間が経つとともにです、ね、その合理性が失われていくと、でそうなった場合に、まあ、既得権益化してしまうんですね、で、マトリックスが掲示されていくとで、そこから抜けようとするものを排除しようとするということ、まあ、こういうことが起こってくる、正しいという信じて、ですね、薬害で死んだりとか、ですね、まあ普通にありますよね、歴史的にいっぱいあると。 でまあ、こういうことですよねあの、科学は正しいもの、科学っていうのはそのなんていうのか現時点での合理性の話をしているだけであって、別に延々、あの未来永劫正しい保証は誰もしてないんですが、でそれがもしかしたら間違っている可能性もあるわけですよね、だけど、まあ、それに関しては誰もです、ね、疑いを持たずにですね。 まあ科学は言ってるから正しい、まあこれだから聖書と一緒ですね、中世ヨーロッパで聖書が信じられてきたのと同じ理由で、科学をみんな信じていると、しかもですよこれ面白いのが、科学を信じている人たちは宗教は馬鹿にして見下しているわけですよね、宗教を信じている人を。 もちろん、ね、科学の,その原理原則まで落とし込んで信じている人は別に問題ないと思うんですねそ,れその人たちは別に科学は間違ってかるからもしれないって思いながらやってるあのそれを信じてるわけですから、ね、そうじゃない人が大半ってことですね、まあ、9割ぐらいはそうじゃないかなと思いますね、えー、それが正しい理由は分かんないだけどみんながそう言ってる正しいと言ってるか信じてるで、る、そして、えー、その科学にそぐわないもの、ですねその例えば宗教とかそういったものをバカにすると。まあ、別の 自分も全く同じことをやってるんだけど、えー、その宗教を信じてる人をバカにするみたいなこと、これも本当に奇妙ですよね、だから要するに、これ宗教対立なんですよね、ただの,あの、宗派の違いですよ、ただのね、科学っていう宗教と、まあ、キリスト教と仏教とかですね、イスラム教っていう、まあ、宗教、まあ、例えば、まあ、経済交流とかそういう宗教ですね、の対立、ただのそういう対立なんですよね。えー でそこがマトリックスの源泉になってますね、あのーまあ、一人一人があんまり厳密に考えないと、よくわかんないけど信じてるみたいなことが、まあ、マトリックスの源泉になってそて、でまあ、その科学の信者とかですね、まあ、例えば宗教の信者とか見てもらえば分かるんですけども、もこの人たちって攻撃的なんですよね、何も考えずに信じているものが、例えば自分の足場が揺らぐと、 それを揺らがした人をですね、まあ、攻撃しに行くわけですよね。まあ、コロナとかすごい分かりやすかったですよね。ワクチンの話とかすごく分かりやすい。あの自分が信じているものを否定されると攻撃しに行くんですよ。それなんでかっていうと、それに疑いを持ってないからですよね。疑おうとしないから。で、この姿勢ですね、一人一人のこういう姿勢が、トリックスを自己徐々的に生成しているということなんですよね。 株価とかが分かりやすいですねあの、それで第二次世界大戦まで突っ込んでいくと、みんなでお金がなくなって、えー、それを責任転嫁して誰かのせいにする、ユダヤ人のせいにするとか、ですね、まあ、日本人、アジア人のせいにするとか、そういうふうに責任転嫁が始まるわけですよね、で殺し合いまですると、こういう危険があるんですよね、みんなで,、えー、みんなで信じている常識とかですね宗教とか、ですねそういったもの、信仰しているものですよね、信じているもの。 それって大丈夫なのってみんなで思わないと、トリクスが生成されて、で結局それが元で、えー、殺し屋になるんですよね。まあ、これはでも人,人,間のあの人類の、まあ、システムなんだと思うんですよね。人類が発展してきたシステム、だから表裏一体なんですよね。人類を発展してきたシステムっていう、まあ、構造を、また裏の側面ですね、別の側面から見ると、それは非常に危険な脆弱性を内包しているってことなんですね。 まあそういういこと前にどこかで話しましたが、構造っていうのは見る側面によってそれが変わってくるわけです形がね変わってくるんですよ、人間はですね立体的な構造を立体的に見えない、平面的にしか見えないんですよね、だからあのまあそういう弊害が起こってくると、平面的に立体的な構造を平面的に捉えてそれが真実であるという,ふうにまあ錯覚してしまうってことですよね。 でそれがまあマトリックスの正体であって、まあ、要するにこの認識ですね、認識のメカニズムがマトリックスの正体であり、それがまあ一人一人をですね不幸にする原因であるということ、一人一人がです、ねまあ、自分の考え方とかを疑うということですね、それから他人の意見を尊重するということ、この人の方が正しいかもしれないわけですね、目の前いるその人が間違っていると思っても、その人が本当は正しいことを言っているかもしれないということがある、これはまああれですよ中世ヨーロッパとかを見てれば分かりやすいですよね、科学的にものを考えられた人をまあ迫害したと。 その時代はだけど実際どうかっていうとその人たちの方がまが合理性があったわけですね、ね現,現実を正しく説明してたわけです、その人たちの方が。で、みんなでそれで損失、えーまあ、を被っていたと。 まあこういうことって本当に往々にしたら日本のまあ礼儀正しさとかですね常識というものもある側面ではですね非常に正しいことではあるんですが別の側面ですよね、物事というのは概念というのは立体的なので別の側面から見ればそれは弊害を生み出しているとただ、そこに気づけない認識のものにとらわれてしまって立体的な概念を平面的にしか捉えない場合まあ全員で,ですね損失を被るということですね、これがまあ人類史においてですね往々に繰り返されていることなんですよね、ずっと繰り返されているんですよね。これがまあマトリックスの正体ですよねオシオ兄弟が言って っていうのはこの話をしてるんですよ。みんなで損してるぞという話、ひとそれぞれですね、世界観や価値観は異なるんですよね、でその人が、もしかしたら間違ってると思ってる人たちが正しいかもしれない、だから、まあ、お互いにです、ね、尊重しないといけないんですね、それがマトリクスを破壊する鍵だと、僕は思ってます。なぜ、ね、人が自分と異なる世界観を持つ人を攻撃したがるかというと、価値観もそうですね、攻撃したがるかというと、まあ、あれっちは縄張り意識なんですよね。 でこの縄張りをです、ね、徘徊している人たちがいるんですよ、自分の縄張りを歩き回っている人たち、この人たちは太古もそうだったんですよ、太古の昔にそういう人たたちがいいんですよそういう役割を与えられた人たちがいたんですよ、遺伝的にです遺伝子レベルでもう、えー、縄張りを徘徊してです、ね敵の、敵というか別のです、ね、群れがあの入ってきていないが監視する人たちが必要だったと、でそのための多分遺,伝が遺伝子がこう組み込まれているんですよ、人間の体には。 で、それが、まあ多分発言していると。だから SNS とかですね、ネット上とか YouTube とかもそうですが、まあ徘徊してるんですよね。彼らは自分の縄張りが侵されないように、自分らの群れの縄張りが侵されないように、まあ徘徊していると。で、えー、自分たちの、まあ、価値観とかですね、世界観と違う人を見つけたら攻撃しに行くということですね。だから彼らがやってることっていうのは全く同じ。要するに、そういう役割が与えられているということ。 彼らがやってるのはもしかしたら、生来的にです、ね、遺伝子にも刻まれている、もう先祖代々そうなのかもしれない。先祖代々そういうことをやってきた人たちなのかもしれない。ただ、僕は思うにですよ、多分ですね、こういう人たちは多分、自己喪失するとこうなるんですよ。自己喪失すると、まあ、あ見張り役を押し付けられてしまうということなんですよね。縄張りを見張り役を押し付けられる。自己喪失っていうのは自我の喪失ですよね。自分が何者であるとかです、何が好きでとかですね、そういったことを考えない人たちですね。それを大切にしなかった人たちが、まあえー、まあ、縄張りをですね、徘徊し する役目を負わされるっていうことですね。なので、特にその若いうちですよね、若いうちにだから自分が何者であるのかとかです、ね、自分が何が好きであるのか、何を大切にするのかとか、そういったことを考えないといけない、そういったことを考えて生きていかないと、もう結局ですね、年取ったときにその縄張りを徘徊する人になるんですよ。 で、老人が認知症になったりするとですね、あの、徘徊しますよね。あれも多分遺伝レベルでそうなんだと思うんですよ。もう徘徊するようにプログラムされている老人になるとね、老人になると、年を取ると遺伝子が発現してきて多分徘徊するんですよ、縄張りを。多分それが、まあ老人に与えられたですね、あの、太古の自然ですよ、太古の自然界では、えー、まあ、用しになった、洋梨しになったって言い方はちょっと語弊がありますが、要するに、 もう使い狩りとか,、ね、りとか最終に使,い使えなくなった老人たちはもう縄張りを徘徊して敵が入ってこないか確認してたと思うんですよすなわちですね自分の役割を若いうちに確立しておかないと老人になった時に遺伝子が発現してきて、まあ、SNS とかです、ね、その自分の群れの、まあ、自分の価値観と違う人をです、ね、探してもう徘徊してです、ね、攻撃するという,こう。 なんていうのかなもう悲しい役割を負わされるというふうに僕は思ってます。だから、まあ、若いうちにですね、自分何者であって何を大切にするのかですね、を、まあ、明確にしていないといけないということですね。まあ、ちょっと話それたんですが、これがまあマトリックスのまあ、源泉じゃないかなと。まあ、人間が、人間、人類が人類たるシステムがまあそうであるってことですね。